ハイボーズの広告宣伝費売上の 60% 以上、こちらがハイボーズ社の、プレスリリースですけど、広告で知名度が上がりました。でもハイボーズキントーンって一体何なんだろう。こちら、これキントーンの、まあ、プロの中のプロ、一番ご存知の方じゃないかと思うんですけど、ネット YouTube でも有名な方ですね。でこちらの方がおっしゃっているように、プラグインは必須です。プラグインは必須です。プラグインいらないと大したことできないんですと。つまり、選んで落とすだけなんで、大したことはできないから、プラグインは絶対にいりますと。覚悟が必要になるってことです。で私は、キントーンは覚悟なく使える。覚悟なんかしないで使えるもんだと信じてます。